ナルトうどん盛り、うどんちくわ入りナルトうどんは、徳島県のナルト市及びその周辺地域で作られ、食べられている、ご当地うどん、名中うどんとも呼称される。なお、大分県のうどんのチェーン店である、ナルトうどんで提供されているうどんとは異なる。江戸時代から営業が盛んだったナルト市のナルト町、高島が発祥であるとの説、江戸時代に製麺所として創業し、 現在も営業する最も古い店とされる大井食堂を発祥とする説290など小説290から290にある。かつてナルトではとっくりから出汁を器に注ぎ、食べていたという粋な出前文化60があった。今ではうどん店や製麺所が店材83から87し、食料品店やスーパーでも玉売りされ、 114から118、店によっては、持ち帰りもでき、173、自宅でうどんを打つ家もあるほどであり、232から243、麺文化が根付いており、289から290、地元ナルトの人たちにとって、長く深く愛されてきた、55、2000年代に入って、徳島県出身の写真家である、中野浩二が、 ナルトのチュルチュルうどん探訪記の連載をスタートし、ナルトうどんを、名チュルと、命名めい、五十五したことで、その後、名チュルうどんとも呼ばれ、広く知られるようになった。手作りうどんなると、おにぎりばらすしナルトうどん盛り。ナルトは、江戸時代から昭和40年代後半まで、塩田として栄えていたが、浜子と呼ばれる、塩田労働者たちが、 重労働を終えた後の疲れた体で食べたとしても、噛まずとも食べやすく、消化しやすいよう、疲れを癒すために少し甘めの出汁で、細くちぎれやすく腰の弱い麺になったと言われている。刻み揚げは、ほとんどの店舗で、創業100年の老舗である住谷豆腐店製、50から56のものが用いられている。サイドメニューとして、おにぎり、揚げ物、おでん、いなり寿司、ちらし寿司、 173などが置かれている店も多い。最近では、カレーうどん、198などのアレンジメニューも見受けられる、55。香川県のさぬきうどんが、地元自治体などによって全国に宣伝されて、観光客誘致や地域おこしに活用されているが、ナルトうどんも、下記の通り、同じ動きが見られる。多い食堂、うどん全部入り船ホームうどん末広店。 おでんなるちゅるうどんパンフレットによれば、鳴門市内に約20軒あるが、この他にも徳島市内や藍住町、阿南市、小松島市にも店舗が見受けられる。55から67。主な店舗としては、がある。ありがとうございます。